中には感謝できない人もいるわけです。で、お父さんのことを思い出したら、とても感謝なんかできないと。お母さんなんか思い出したら、とても感謝はできないっていう人も世の中にいるわけです。じゃあその人は救われないのか。で、その人は本当のその意味の親に感謝できないのか。でも、私は後者に言った宇宙の法則への感謝ってのは、たとえ何をやられようが、虐待を受けようが、そのまんまで感謝できる。その宇宙の法則への感謝。人間心の感謝は、自分のためにやってくれたら感謝できるけど、やってくれない人には感謝できないって、こう、選別をしちゃう。そうすると限られてくるわけですよ。救われる自分のが。まあ、だからその二つがあれば一番、いいですよということ。